L 全部。お、最高。でこっちはなんか分けてあるやつもあるからってさ、多分分けてるやつかなと思って、そっちはいじってない。あ、これ T シャツ系ね。うん。はるちゃんの。はるの服も国が。はるって戻ってくるんか、あれ。なんか戻ってくると、き昨日だっけマージやってる時にイキリストが「春、うん、大阪戻るん」っつって言ってたら「戻るよ」っつってさ。マジ？うん。ございます。チョコナイス。忘れ物ね、いつも忘れ物するからな。ございます。破産する。車にあの中ちゃんのモバイルバッテリーあったでしょ。ああ、あるある。そう、忘れちゃったんだよ、また。おいきっちゃん、おはよう。バレンタインありがとう。君が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 いないとやっていけない。ありがとうございます。す、何食べる？いや、何でもいい。何がいい？何する？アリエルもありがとう。チョコの借りていい？いいよいいよ。傷ついてるけど、見づらいかもしれない。君が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 いないとやっていけない。保険3日分ぐらいでやった。For you ありがとう。君が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 本当の I need you。 ありがとうございます。サンキューよ。ちょ、ジュース飲もう。あ、今日帰ります。トイレ行こう。いつもさ、外出ると、おーっと、ナイス。アイダムチキ100個来た。100個。え、あ、バレンタインチョコありがとう。トークメイちゃん、君が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 本当の I love you。 ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、おぜやす、おぜやす。車で来たの？そりゃ車あるから車で来たよ。で、パーキングを探してたんだよ、起きて。パーキングを、パーキングが見つかりません。あの、月決め駐車場が、いや、1日保険じゃない、あれ3日でとりあえず取った。お、ありがとう。ふわっちチョコレート。君が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 いないとなっていけない。なんもと、本当に駐車場ないね。ありがとう、ふわっちくん、チョコレート。君が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 いないとやっていけない。いや、あの、駐車場全部埋まってんだよ。埋まってんだよ。埋まってんだよ、駐車場。え、でしょ、不動産屋に聞いても、不動産屋は駐車場までは教えてくんないのかな。そう、連絡来てたな、保険屋さんから。ね、不動産屋仲介してくれるよね。ああ、駐車場。うん、してくれるだろう。ありがとう。その方の住所、近くの管轄をご案内するため、損保ジャパンにした理由。保険代理店が損保ジャパン取り扱っただけかなって。どうだ、損保ジャパンでいいの？取り扱ってただけかな。いや、そうやろ。うん。損保ジャパンでいいよね。損保ジャパンでいい。ファニーさんはなんか変なネットのやつが安いでって言ってた。オッケー。あれ、名変は車庫証明取らない、うん、取ってからじゃない。損保ジャパン。損保ジャパン。じゃあ損保ジャパンにするか。うん、ああ、じゃあ聞いてみる。ああ、1ヶ月いくらかかる？多分7000円とか8000円ぐらい。あ、そんな安い。うん。
保証によっても違うけど、でも安い車だったらその自分の車の修理は降りないやつとか、うん、だと安い、ぶつけた時に。だけど、うん、直すような車じゃないじゃん、結局高い車じゃないから、そんな高いの相手だけ入ってれば、あと怪我の時とか、うん、他社運転特約つけないよ、うん、ああつけた方がいい、ね、やり取り難しそうやな。ブルーゴールドで金額が変わる。で、あとはあのバレンタインのプレゼントが届きました。ありがとうございます、いつも。バレンタインの、はい。待った、嘘だろ、これなんだろう、チョコレートかな、これ同じ人、これ、いや、違う人、違う、あの全部一緒、同じ、あ、同じ人だな、やばい。ありがとうございます。何それ、何が入ってんのこれ。ありがとうございます。何が入ってんのこれ、え、何が入ってんの、ちょっと見ようよ、え、何入ってんのこれ。これはこれで入ってる。何これ、なんだろうなんだろうなんだろう、クロムアーツ、そうだろ、マスク、マスクか、マスクか、マスクっぽくない、マスクだ、マスク高いぞ結構、そうだ、うん、マスクだ、クロムパンツかと思ったよクロムハーツのマスク、ありがとうございます。高級マスクに変わります今後から。これ何、これどっちが上なの、これマスクまでクロムハーツになるってことあと普通エアホース、 ありがとうございます普通だねあ、お、まぶい、いいね、靴、ありがとうございます。クロムハーツのマスクなんて暮らせるやろな。けどクロムハーツのマスクって分からんやな、普通に見ててな、分かるし、このクロムハーツ書いてある、これす、いいな、ありがとう、ありがとう、センキー、センスいいね、ありがとうございます。なんかバッチみたいなのついてるわ、これ何、これバッチ、これは何に、あ、ここにピタッとくっつける、あ、そうだわ、その穴だ、厚底じゃないね、普通でしょ、うん、これ何、これ自分でこれピタンってくっつけるってこと、うん、これこれいいね、これピタ、ピタってくっつける、カチャって2、4、4個、4個バッチついてるわ、 4個、1、2、3、4、あ、こっちもね、5、6、ここつけたら痛えよな、だって当たりそうだもんね、バッチ、うん、ありがとう、うん、ありがとう、大事にしてるね、ありがとね、サンキー、傷つけてるやつのブロックだ、ブロック、この野郎舐めてんじゃねえぞ、ねえれ、チョコとマスクと靴と、これチョコレートかな、中リスもお願いしますこれなんだこれ、あの住所はね、 DM とかで聞いてくればいくらでも教えるんで、なんだこれ、中リスもお願いします、どうやって開けんの、これもらい身分じゃないの、そうだろう、缶に入ってる、チョコレート、チョコレート、これなんていうのこれ、ま、マル、マルコリネ、プレ、プレ、ピエ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 レ、マルコリネ、マルコリネ、ピエレ、なんだこれ、ペンギン、ピエール・マルコリーニ、ピエール・マルコリーニありがとう、チョコレート、ピエール・マルコリーニっていうの、食べてみる、全然読めねえわ、
すごく高いくさん、これ食べてごらん。いや俺が食べていいのだって。いいよ、俺はじゃあ赤いハート食べるわ。赤いハート、いやダメだよ、養分食いなよ。中ちゃんにじゃないよって言われちゃうよこれ。反感食らっちゃったら大変だもんこれ。うん、ねえ、中にエキスみたいに入ってるわエキス食べちゃっていいの。うん、いただきます。すいません、どれがいらない。一番、いやチョコだからどれも一緒やろ。味違うって。どれがいい。ペンギンみたいなの。ペンギンの一、うん、これすいません、うん、チョコレートで飲酒になるよ何年何年生きてんだよお前これうまそうだ。これ葉っぱみたいなの入ってる。なんだこれ。いや酒じゃないよこれ。キャラメルみたいに入ってる。キャラメル、うん、なんか甘酸っぱいようなの入ってる。俺のはあのキャラメルキャラメルみたいな味する。うまい、キャラメルだね。うん、酒じゃない酒じゃない。大阪歩いてでもクロノハーツのマスクはなかなかいないぞなあ。いやアルコールじゃないってだから、うん、アルコールじゃない、うん、キャラメルだって。俺の美味しい俺のはだってキャラメル味だったもん。なくなったキャラメル。ヌガヌガヌガって何だ。ヌガって首輪じゃない。ありがとう、手紙も大事にするね。ありがとう。ダンボールかさばるでしょね。今日捨てちゃった方がいいじゃん。だって下行くときにヌガな、何食べに行く。ご飯いや何でもいいよ。つけ麺行く。今日こそつけ麺屋だけど閉まってるでしょ。あ、閉まってんの時間的に。あ、また夕方。いや、いいんすか、うん、いただきます。すいません、じゃハートいただいちゃっていいっすか。あ、もう真ん中の黒にうまいわすいません、いいんすかこれ。これ箱なんかに使えそうやね。うん、あ、これ違う。何なんだこれ。俺が来たのと一緒じゃない。あ、なんか酸っぱっこいのじゃない。オレンジみたいな柑橘系のオレンジ、うん、あ、でしょ、うん、うん、うまい。シューズ見せてください。うん、いや、まだ大丈夫かも。これいいな。なんかバッチつけれるみたい。これおしゃれだわ。バッチ、これバッチつけてたらなんか飛んできそうじゃね。飛んできそう。あ、外れてえ、このバッチ。いや、うまい。このバッチさ、こうピタッつけてたらなんかポンって飛んできそうじゃね飛んでかない。飛んでかないでしょ。飛んでかない。見たことねえな、でもこの色合いは。カチッてつけるんやろ。見たことないな。これバッチ、バッチつけない方がいい。見たことないよこれ。バッチ、バッチはダメ。バッチつけないよな。つけるんかな。どうなってんの。あ、でもカチンってなるやつ。カチンってパーンって飛んできそうじゃない、うん、つけてもいいんじゃない。でもなくなっちゃいそうだ、ね、8個もバッチついてるけど8個つけるんか。8個つけてもらえない8個もあるのかな。8個ついてる。普通に1個だよな。じゃあここ4つなんじゃない。これだ。あ、どこでもいいんじゃないんだよ。4つこうやってつける。嘘つけ絶対違うだろ。1個とか。あ、全部つけるやん。服は XL です。靴は 27.5 か8か、ね、全部つけるん、はい、
つけないだろ、はい、全部あの横に1個ぐらいつけるのがおしゃれなんやないの。28でもいけますね。28でもいけますんで 27.5 か8で一応いいです。洋服は XL です。1個つけるぐらいが 2XL でも大丈夫です。チョコレート美味しかったな俺の。いや送ってくれる時あるよ。あ、書いてマッコリーニだって。マッコリーニ書いたんだ。そっちに初めて食ったよ。一瞬でなくなった。ピエール・マッコリーニ。ピエールさんです。身長の方に足でかい。バカの大足だから。マルコーニじゃない、マルコーニいつんかな。マルコーニいらなくなった特攻服。じゃあ配信できます。モッコリーニ、マルコリーニ、マルコリーニ。え、何食いに行こうね。何がいい。何俺別に食いたいのこれっていうのはないんだよね。何にしような。なんかやってないかな。うまいとこがいいよね、うん、甘いもんは。甘いものだも奥さんとか甘いもん。甘いものを食いに行くってこと。買い行くんだよ甘いもの。うん、いいよいいよ。だ うちにも買ってかなくちゃ。どっちでしょ甘いもの。うん、怒られるで。中ちゃんは家帰ったら、うん、クロムハーツ買ったから。なんか俺中ちゃんの奥さんの配信見てたら言ってたよ。いやいくらお金使ってもらうのもいいんですよねって、うん、ただねあの、まあ、やることさえやってくれたら別に何でもいいんですようちはって。ただ今だけじゃなくて先のことも考えてほしいんですよね。今のことしか考えてないからね。これから先のことも考えて、まあ、ちょっとやってもらいたいですよね。はい、そこで養分絶対返すだ。なんか煽ること。書くね。書かないと。あ、なんかみんな女はみんな同じこと言うんだな。すごいよね女の人って。みんな言うよね。中ちゃん家の嫁の場合はちょっと怖いのは、うん、あの感情が、ね、入ってないんで。入ってなかった。あのなんか冷めてた。冷めてた。結構あのサイコパスっぽいとこあるかもしれない。あの何も感じさせない感じで言う感じがちょっと怖かった。マジで、うん、酒のことも考えてくれたらいいんですけどね、うん、はい。怖かったな。いや男は大体こんなもんだよね。ね、先のこと考えてたら今ふわっちやってないだろ。先のこと考えて生きてたら。確かにそれはね。そうだろう、うん、こんなことしてないだろう、うん、確かに。先が考えれないからこんなことばっかしてるよ、うん、そうだと思うで、うん、とりあえずどこの方行く。新大阪方面。新大阪方面で探すか。うん、待て。サイコパス。もう男なんてね、みんな先のこと考えらんないんだよ。今が楽しければいいって。そう。ね。男ってそういうもんだよね。そう。ちゃんと先のこと考えてるやつは定職について。会社員してるよ。のほほんとやってるよ。最終は間に合う。あのこっちの8時に乗れれば、8時ぐらいまでに乗れれば乗れるの。できすぎる男よりちょっとなんか不器用ながらに生きてる男の方が飽きないと思うよ、うん、一緒にいて。マンネリしちゃうから。マンネリしちゃうから。バランス取れてんの。横の肉巻きおにぎりみたいな人。あ、すいません、豚肉って言います。豚肉です。
何にしようかな。配信者名を豚肉で検索してください。何アルファードもらって、あ、もらいます、もらいます。何にしようかな。ごはん、いや、優柔不断でしょ、俺も分かんないんだ。今度は、なんか面白いことあったら来ますよ、すぐ。100キロあります、100キロあります。ナイスの石です。何系にしようかな。今日も早く起きようと思ったんだけど、うん、7時にアラームかけて、うん、起きたのがもう1時過ぎぐらいだったな1時半、2時ぐらいかな。20キロぐらいだったら痩せられるんじゃない。頑張りましょう。何にしようかな、マジで。まるで三角の塩ラーメン、うまいの。うまいの、それ。いや、アラームいっぱいかけたんだけど起きれなかったね。ま、マジで起きれねえ。変やわやしてんの。いや、配信してないでしょ。何系がいいかな。配信してないでしょ。してんの。してんの。トクラって京都やん。してるわ、京都。何がいいかな。何系がいいかな。鍵返した。すげえな、俺のアンチが嫁さんとこにブタブタ書かれてるわ。ブタブタ書かれてるアンチ養成所になってるぞ、こっち。嫁さんとこ中山何やってんだよって、うん、ブタはどうしたとか。いない方がいい、逆にどっか行ってもらった方が楽、余計イライラするねとかなんでこんなアンチ増えてんだい。俺も優柔不断なんだよ。お、ゆうま、お疲れ様。お疲れっす。はい、お疲れさん。何にしような。ご飯何する。なんかないのかな、うまいの。新世界。お好み焼き。お好み焼き。何系がいいよ。もう何でもいいんだよ。何にしよう。酒は飲めない。新大阪の方でだって何もなくない。何もないな、あっち。なんかある途中の道で。おー、ありがとう、チョコレート。君が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 本当の I love you。 ありがとう、サンキー。なんかあるか。何があるかわかんないもんな。はるちゃんとよく行くお好み焼き、あれパチンコ屋のところやん。ふわっちチョコレートありがとう。え、何系がいい。ご飯系、麺系、うん、粉物。ええー、俺優柔不断なんだよ。昨日麺食ったから。ご飯か粉。ご飯。焼肉何がいい。いや、焼肉この間食ったか。食ったもんね。粉にするか。何がいい。粉。粉。お好み焼き。うん、マイルでお好み焼きはね。お好み焼き。大阪もんじゃないだろ、なかなか。天ぷら。お好み焼きか。映えるとかね。なんかお好み焼きの方が映えない。モナミとんかつ。モナミハンバーグないんじゃないんだよ、探すんだよ。たまにスパゲティ。粉も好きだね。まあ何でも好きだね。ご飯も好きだし、麺も好きだし。チボ、パチンコのところ。パチン
パチンコのあそこがいいやお好み焼きなら新大阪の駅にゆかりがある。大吉までやってないの。ハンバーグいらん、邪魔とか言わないでよ。お好み焼きか、串カツ、牛カツ、美味しいとこがいいよね、行くなら、うん、はるちゃんお好み焼き屋に行くとね、今日はもう何もないよって言われる。なんで？そんな頼む量がすごいから。そんなすごいの？焼きそば3人前、おむそば2人前、うん、お好み焼き、そんな食わないでしょ。ほんとだ。嘘でしょ。ほんとだって。だって怖い、はるちゃん言ってたよ、養分大げさなんだよ。違う、ガチだからな。あの焼肉屋行った後に弁当7個とか言ってたけど、俺そんな食べないから。まずすごいね。だっていつもご飯食べるの、うん、俺ら11時とかそれぐらいに食べて帰るよ、うん、その後パルちゃんさらにウーバーで食べてんだよ。でも7個も頼まないよ。こんなだよゴミ。でさらにコンビニからもウーバーして。マジでよ。2つぐらい食べるけどっつって。めちゃくちゃ食うんだよ。弁当2つぐらいだよって言ってたよ。焼肉食って1時間ぐらい、焼肉食って帰ってきて弁当2つ奪わせるって言ってたよ。2つ3つだよって。お好み焼き2人前、焼きそば3人前、おむそば2つで、ライスも食うよ。そうでしょ。でカリカリチーズ2人前、うん、でイカゲソ2人前とか、うん、そんな食うの、うん、すごい食う。もう半端じゃないぐらい食べるで。パルちゃんがあのパチンコ終わったとさ、焼肉行くって言ったけど、パルちゃんめっちゃ食うでしょっつったら、じゃあウーバー頼もうかなっつって。ご飯食べて帰らないでしょ。いやでもそんな食べないよ。ウーバーだって1万円分だよ。1万円分すごいんだから。これいくか。2万も食ってたのこれ。お好み焼き屋でここ人気かな。そんな食うの？はるちゃんって言ってみてえな。そんな食うんじゃない。焼肉屋怖くていけねえよな、パルちゃんと。3万とか4万かかりそうだもんね。本気出しては食わないよ。あ、焼肉とかだったら？あ、だから帰ってきたら食うんだ。本気出しは食わないね。ああ、ありがとう。おー、二度りとありがとう。チョコレートありがとう。君がいないとやっていけない、うん、焼肉屋だとちょっと遠慮して、だから家帰ってきて食うんだ。何にしようかな、うん、ご飯足りないって言われる店の人に。本当に？そうだよ。足らないよ。もうないよって。そんな店あんの？だってご飯炊いてるでしょ。だってブチ切れてる嫁さん。そうだろ。こんにちは。ブチ切れてる。なんで？え？ブチ切れてないじゃん。サバサバしてる。お好み焼き何にしようかな。持ってないじゃん。ボクシングは見に行かないですね。行ったってだって2試合ぐらいしかやんないからすぐ終わっちゃうでしょ。ね、何試合もやんだったら見たいけど。大阪のってどこがいいんやろ。いやどこでもうまいじゃん。なんか欲しい結構ついてない。ね、これいくか。うまいんかな。口コミ多いけど。でほら、パル破滅中。なんで？パルお金もう使った？
マジで、なんでマージャンやってたじゃん、君ずっと。あのパルちゃんのお金ない時は分かりやすい。もうどうでもいいやって感じでやるから。でも昨日はそんな感じじゃなかったらまだあるでしょ。どうでもいいやって感じ。終わったわ。投げやりになるからパルちゃん。めちゃくちゃ投げやりになるからね。あ、もう俺はダメだよ、終わったわって。昨日麻雀楽しんだから大丈夫でしょ。まだあんな楽しめないし、お金なかったらね。これもすごいな。間に合うでしょ、まだ4時、3時間ぐらいあるから余裕でしょ。ここも口コミ多いな。これいく？うん、これ 4.3 じゃん。これいくか。うん、ナイスナイスです。お座騒楼はだって家で作ってるもんだって。しかも11日焼くから。お、ナイスありがとう。11日目。これ行くか。行こう。よし、行くか。行こうか。なんてことがもうなくなった。え、うお、あ、お疲れ様、パーカーありがとう。脱税、脱税ステッカーで神井さんにいたずらされたぞ。大花火ありがとう。君が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 いないとやっていけない。次あの納税終わったら納税ステッカー作るんで。え、パルちゃんご飯代で天然砂糖生きる人1万渡して帰っていった。え、1万渡したってことは買ったんやないの。違う、一人勝ちってこと？いや、ワンチャンそうやな、ね、違うの？勝ったから1万円渡して帰ったんだな。パチンコ買ったんかなんじゃ。パチンコ。これも水道代。どれぐらいだよ、4分の1で。お？水道代安いの。俺んち、1500円とかで。安っ、え、電気とガスだって光熱費全部1万ぐらいや。マジで。うん、なんでそんな安いの。なんで、うん、なんでってなんでやろ。こんなもんが普通じゃないの。中ちゃんち高い。めっちゃ高いよ。いくら。いや、光熱費全部5万ぐらい。高すぎだろ。うん、だって俺エアコンもずっとつけっぱだよ。うん、うちエアコンつけてないの。なんでそんな高いの。わかんない。大阪が安いのかな。安いんかな。だってうちだって電気代が2万5、6千でしょ。うん、そんな高い。うん、ガス代が2万2千とかで、水道代が1万ちょっと。都市ガス、俺んところは何なんだろう、わかんない。都市ガスなんか古くはないよ、家電。だってファンヒーターだって去年買ってたし。8万円きた。なんでこんな安いの。養分が安いだけ。大阪安いよね。だって俺はこっちにいる時だって常に1万ちょい、1万まあ1万高くても2000円とか。プロパン、これなんでプロパンだけど、だけどみんな湯船つかねえ、シャワーだけだよ。俺湯船毎日。家電を新しく大きくするとは電気の量も上がるんだわ。家電を良いものにしたら安くなるんじゃないの。うん、そんな高いん。無駄遣いやん。いや、無駄遣いをしてないよ。家族持ちと比べたらダメだよって。いや、そんな高い感じしないよ。だってエアコンずっとつけたりなんだりしてたら高いでしょって。そんな高いんだ。カリちゃん電気4万つってた。4万。一軒家は高いんかね。4万もすんの。一軒家です。寒いよね。もあ、ちょっと Wi-Fi 一回切るわ、 Wi-Fi。